2021年6月6日埼玉スーパーアリーナメインアリーナサイバーファイトフェスティバル2021、 いよいよメインイベントの戦いに突入です。サイバーファイトフェスティバルのメインの戦いは団体の頂点のベルトをかけた戦い。まずは東京女子プロレスシングルの頂点、プリンセスオブプリンセス選手権試合。チャレンジャーとしてエンジョイガール坂崎ゆかリングインです。そしてチャンピオンの登場。今東京女子プロレスで一番強い女、桃色ストライカー山下美優。第9代プリンセス・オブ・プリンセスチャンピオン、初防衛戦となります。5月4日後楽園ホール大会で前王者辰巳梨花を下し、山下自身3度目のプリプリ王座戴冠、3回目のこの王者としての大冒険はどんな旅が待っているのか。ファーストステージは埼玉スーパーアリーナです。東京女子プロレスの初期メンバー、小さな小さな会場で山下はカンナ、木場、チカジと共に戦ってきました。そして月日は経ち2021年